皆さんこんにちは、マイスターのことみです。本日はラーメンの会やっていきたいと思います。ということで本日はなんと東区にやってまいりました、はい、こちらのお店はですね、もうめちゃくちゃね地元の方からもう大人気でして、もうオープン前から並ぶ日もあるほどとてもね美味しいと人気のねラーメン屋さんですね。今もね、はい、ちょうどピーク時間外してきてる、はい、中を満席でございます。そうですね、車に駐車場がね、はい、駐車場に逆だ駐車場に車がねまだまだたくさん並んでおります。はい、はい、ということで今回紹介するお店はこちら、湯気屋さんです。ちょっとねこってり系のねラーメンみたいなので、はい、もうね天気のいい日にガツガツ今日もラーメンを食べていきたいと思います。はい、それではレッツラーメン寿司。はい、ということで店内に入ってきました。店内はですねカウンター席とあとテーブル席とかありまして、なんとねメニュー表見て分かったんですが、こちら平日の11時から2時までライスまたは大盛りがねサービスに。すごいね、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、そしてですね今回はこちらこってりの味噌、はい、そしてこちら油そば、なんと1.5玉入ってます。1.5玉、はい、今日もめちゃくちゃ食べていくと思います。まだね何も食べてない。そうですね、もういけるでしょう。はいそしてですね、まあ、美味しそうなねこのねチャーシュー丼とかあるんですけど、やっぱ 1.5 玉あるんで、うん、ちょっとです、ね、不安なんでこれを、はい、控えておこうと思います。なんか辛味噌とかって、うん、あるんですね、はい、で結構ねトッピングもあったりします。油そばはね、辛い油そばもあります。はい、店内の雰囲気もね、私めちゃくちゃ好きですね。いい雰囲気だよね、はい、なんか老舗感だというか、はい、はい、ということで早速ラーメンを持っていきたいと思います。はい、はい、ということでラーメンが到着いたしました。めちゃくちゃ美味しそう、はい、そして油そばも到着しております。まず具材からいきます。まずね、チャーシューがね、2枚入ってます。このサイズのチャーシューが2枚、はい、そして、ネギがね、たっぷり、すごいですね。で、小ネギも入ってまして、麺もですね、はい、で、ほうれん草、はい、はい、じゃあ、早速ね、スープからいただきたいと思います。若干とろみがありますね。そうですね、はい、で、しっかりこの、なんていうんですか、背脂が入っております。ではいただきますね。うわ、うまっ、めちゃくちゃ濃厚だね。このね、背脂の脂の感じがめちゃくちゃうまい。最後にこの下に乗る脂の感じがもうたまらない。うわっ、うわ、美味しそう、やば。麺はね、縮れ麺になってますね。そうですね、中央と中央で、はい、ではいただきます。麺にね、しみしみ、ほんとにうまい。でね、結構ね、コシがありますね、麺に、うん、すごいね、プリッとしてる感じ。プリッとしてる、うん、最近さ、ラーメンもさ、一杯さ、900円とか普通じゃないですか。ね、もう800円って嬉しいですよね。ね、安いよね、もう、うん、1000円超えてるところも。いや、もうありますよね。やっぱね、このご時世、値上げがね、すごいから、ね、嬉しいですね。では早速、チャーシューいただきますね。はい、うん、あ、このね、こってりスープに合うようにあっさりめのチャーシューですね。うん、うん、うまっ。じゃあちょっと大量のネギと一緒にいきますね。はい、うん、ネギの香り最高、うまっ、うん、じゃあこのシャキシャキ感がプラスされるとまたさらにうまいね。うまっ、
では続いてほうれん草ともいきますね。ほうれん草最初はね、なんだろう、つけとくと火が通っていく感じかもしれない。めちゃくちゃうまいね。うん、なんか一旦ね、このほうれん草の香りで口の中にリセットしてくれる感じ。はい、うん、いや、このスープの味噌のほんのり優しく香る感じがめちゃくちゃうまい。あー、なんかね、後からね、香りが広がってくるんだよね。フライライト一流さんはお口に入れた瞬間味噌って感じだったんだけど、はい、こっちは割と、ね、優しく後からじんわり味噌が香ってくる感じですね。うまいわこれね、ライス頼みたくなるわ。なるほどね。うん、続いてこちら油そばです。こっちもうまそうだね。うん、具材たっぷり、ね、卵に海苔2枚でチャーシューもね、いっぱい入ってます。ネギの量がやばいね。すごいね。そう、チャーシューがね、サイドにあります。両サイドで、こちらにメンマがいますね、はい、で、白い方のネギとこっちのね、緑の方のネギと両方あります。でね、メニュー表に書いてるんだけど、具材ごとひっくり返すようによく混ぜてお召し上がりください。これですね、はい、いわゆる天地返し的な感じですね、はい、じゃあ、ガッツリいきますよ、はい、うわー、やばい、うまそう。すごいね、めちゃくちゃ美味しそう。しみしみ、しみしみだね。うん、はい、ということで麺が混ざりました。なんかあんなに大量にいたネギもね1.5 玉も入ってるからいろんなところに散りばめられてしまいましたね。ちょっと卵もじゃあ砕いちゃいますね。いきます、いただきます。うん、あ、うま。結構ね、こってりかなと思いきやそうでもない、程よい味付けって感じ。うん、あ、うまいわこれ。程よいこの塩味がめちゃくちゃいい。うん、うまっ。前の煮干しセンターさんはちょっと甘めの油そばだったけど、こっちはね、塩味が強めの油そば。これはうまいね。多分醤油ベースなのかな。うん、うまっ。チャーシューとパプリカちょっとあっさり系というか、うん、あの口に触ってくる感じで優しくなりましたね。あ、そうそう、あのお好みでね、油そばのラー油と、はい、あとお酢、はい、そしてからし、はい、が自分でお好みで選べる味をね、変えるみたいですね。からしマヨネーズですね。うわ、これはうまそう。うわ、うん、うまっ。ラー油入れたらめちゃくちゃうまいかも。あ、ほんと。うん、でね、1.5 玉もあるからさ、うん、最初チームベースで食べて、でその後ちょっとずついろいろ足して自分好みで変えれるっていうのがいい。いいね。うん、うん、おいしい。いや、やっぱマヨネーズは最強だね。マヨネーズ最強で、これお酢入れることによって、はい、ちょっと酸味が出るから、うん、さらになんていうの、さっぱり感。
んなね、入れすぎたって言ったらちょっとうん、分かってる。お酢結構好きかも。マヨネーズもさ、美味しいんだけどさ、入れちゃうとさ、マヨネーズの味になっちゃう感じがするから、ちょくちょく入れながら、この、ね、2つはこの味付けの美味しさを生かしながら食べれるって感じなんで、ちょっとまあ、うまく好みで食べてきた際もやってみてほしいですね。はい、という間に食べ進めちゃった。いや、もうこれしかない。それは最後ですか。はい、はい、いや、ちょっと名残惜しいですね。名残惜しい、マジで美味しい。普通にさ、この 1.5 玉余裕だし、はい、あ、こっち油そばもね、ね、油そばも 1.5、いや、ちょっと今回あの撮影で ね、はい、あのね、時間があれなんで、あのカメラマンと一緒にシェアしてますけど、私もめちゃくちゃ食べました。お腹パンパン。はい、はい、ということで最後の一口いただきます。はい、結構最後の一口でかい。うん、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、いや、めちゃくちゃ美味しかった。美味しかったね。うん。私ね、もともとね、正直言うと醤油ラーメンの方が好きだったんだけど、はいはい、最近ね、この味噌ラーメンの奥深さね、うん、やっぱね、味噌ラーメンの方が正直、はい、いろんなパターン、そうですね、うんうんうん、醤油ってやっぱベースがやっぱ醤油だけど、うん、味噌、いろんな味噌が本当に、なんか ね、それがねマジでうまかった。うまかったね。味噌の伝わり方とかも全然違うし、うん、こちらのね、湯気屋さんはなんか濃厚なんだけど、後味はあっさりしてて、でこの味噌の伝わり方がすごい優しい感じで、うん、それがまたね、最高に美味しかったですね。そしてあの背脂のね、うん、感じもしつこくなって、そうですね、あっさりしてて、うん、ちょうどいい背脂の量っていうんですか、はい、はい、でね、なんて言ってもあのね、ネギと食べたらね、また美味しいんだよね。ね、うん、あのシャキシャキ感といいね。そうだね。はい、油そばの方はあの多分醤油ベースなのかな、うん、なんて言っても 1.5 玉も入ってるから、はい、あの最初ね、ベースの味で食べて、でその後どんどん自分のね、好みにこうカスタマイズできちゃうっていうのがまたね、はい、あの食べていく上で美味しいというか面白い、はい、最後まで飽きずに食べれる油そばでしたね。はい、はい、ということでね、あの結構ラーメン屋さんってこういうさ、街中にあると結構駐車場がね、広く、あの狭くって 1,2 台しか止めれないって結構あると思うんですけど、そうだね、なんとこちらの営業屋さんね、駐車場がね、めちゃくちゃある、ね、駐車場がいっぱいあるし、はい、あとね、時間がね、そうそうそう、やっぱりだいたいランチタイムやったら2時ぐらいに終わっちゃうところが多いですね、うん、で、半までやっています。そう、ただね、さっきのあの大盛り無料とかは2時まで、うん、はいはい、なるべく2時までに来て大盛り無料、はい、もしくはライス無料、はい、うん、いや、小ライスね、ライスで絶対頼んだ方がいいね。うん、あの最後こう入れて食べたかったね。あーね。ちょっとね、ぜひ皆さん来たら入れて食べてるとこ、あと Facebook とかで、ね、載っけてください。はい、はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。